と鈴木さんにもお伺いしたいと思いますけれども、まあ、3候補の経済政策、まあ、大雑把に今その柱だけ出てきているわけですけれども、先ほど鈴木さんが指摘されたように、日経平均の株価の動きを見ていると、安倍総理 の辞任表明の後、株価は、まあ、その後ですね、上がってですね、例えば菅官房長官がその出馬表明をした9月2日ぐらいからはまた一気に上がって、新型コロナ その感染拡大前の水準にまで回復したということがありました。ただその後、まあ、若干少しずつ下がっている傾向も見えるようですけれども、こうした動きは、まあ、ある程度菅官房長官有力という動きを受けて の株価の連動しての動きだと思いますけれども、じゃあこの後どういうふうに推移していくのか、マーケットはどういうふうに見ているのか、そのあたりはどう見ていますか。はい、まあ、私はマーケットの専門家じゃありませんけれども、産業界全体として言うとですね、やっぱり規制緩和で喜ぶ人もいるし、まあまあ、既得権の持っている人は悲しみますけど、うんうん、大雑把に言えばですね、経済界にとってはプラスになるわけ で、はい、でどれだけ規制緩和してくれるんだろうか、うん、というのを見ると思います。でアベノミクスで一番やり残した部分がそこの規制緩和の部分だというのはみんな分かっているわけですから、うん、そうした上でこの今回その参考法が出している政策を見ると、まあ、特に規制緩和についてはその菅官房長官がかなり出している路線をその路線を出しているわけですけれども、この政策についてはどういうふうに見ますか。まあ、規制緩和ということは総論ではみんな賛成すると思うんですけど、その中小企業の強化再編というところだけはちょっと怪しいと思ってましてですね、はい、これも初めて菅さんが説明したのは日経新聞のインタビューで説明したけど、はい、これごったになってまして、中小企業を集約するっていう、はい、経産省的な発想、それから中小企業の優遇税制をやめたいっていう国税省的発想、それから地方の金融機関を再編したいっていう金融庁的発想、はい、なんとなくこの3つがごちゃごちゃになってですね、なんか役所の思惑をそれぞれ取り込んだんじゃないかという気がします。なるほど。特に中小企業の集約化っていうのはですね、はい、危険な道ではないかなと思う。名前もこの番組で聞かれて申し上げたことがありますけど、はい、役人ってのは何でも集めて大きくすればいいっていうふうに考えますけども、うん、必ずしもそうではない、はい、でもう一つよく言われるのは、日本は生産性が低いんだ、うん、特に中小企業の生産性が低いんだっていうんで、はい、これを必ず役人の方は言うんですけども、これはエコノミストの間からは反論があってですね、中小企業の多くはサービス産業なんです、はい、で日本はサービス産業の労賃が異様に低いんだ、うん、だからたまたま中小企業の生産性が低く出てるだけじゃないかって議論だってあるんです。どの程度じゃ低く出てるのかというあたり、ちょっと今、はい、ここにデータがあるんで見てみたいと思いますけども、はい、今お話にあった労働生産性なのですが、従業員1人当たりの付加価値額としまして、大企業のこちら585万円に対し、中規模企業は326万円、小規模企業は174万円と、企業規模が小さくなればなるほど小さくなるという、まあ、こういった現状なんですが、鈴木さん、こうしたデータだけでは読み取れないその内面もあるということなんですか。うん、はい、で例えばアメリカで床屋さん行って行くと、まあ、10ドルぐらいですよね、はい、で日本だと私はもうフェイスケアまでやってもらって6000円です。アメリカでは60ドルです。そうですね、アメリカでは結構、まあ、いわゆるブルーワーカー的な、まあ、例えば移民の人とかが床屋さんやっていて、もう僕もなんかベトナムの人とかによく切ってもらったんですけど、大体10ドルぐらいで、まあ、日本人の髪質あんまり分かってないのかボサボサになっちゃったりしましたけども、まあ、でも10ドルでそこそこちゃんと切ってもらえる。ただ10ドルといってもですね、10分間ぐらいですよね。そうですね、あっという間に終わりますね。で私が6000払うと、まあ、1時間半とかですね、やってくれるわけです、はい、でもうシャンプーもしてくれるし、顔も肌のお手入れまでやってくれる、それで6000円ってのは安いんです、うん、本来だったらもっと1万円ぐらい取らなきゃいけないのかもしれない、うん、つまりサービス産業のに対する評価が日本は低いから、はい、だから生産性も低く出てるんだっていう見方が結構あるわけです、うん、それからよく言われるのはそのガソリンスタンドの生産性が低いって議論があるんです、はあ、であれはガソリンスタンドがたくさん乱立してるから、はい、あれは集約化したらいいんだろうか。でもそうではないと思います、うん、あれは 元売りがですね、はい、乱立してるからそもそも石油は叩き合いになってるわけです、うん、
どうもその役人とか自民党の若手の代議士がですね、はい、生産性が低いから集約しようって言ってるのは現場を見ないで頭でっかちの議論をしていることは非常に多い気がします。真田さん、このあたり中小企業の再編が本当に生産性向上につながるのかどうかというあたりはどう見ますか。はい、私はね、量よりも質の経営に切り替えていくときにね、はい、量を追わない中小企業の方が本当は有利だと思うんですよ。うんうん、で人様ができないようなマニュアル化できないような技術を持ちながらそれを背景にして質を高くしていてできれば利益率まで高くしていけるような形でね、はい、作ってそういうふうな山椒は小粒でもピリッと辛い中小企業が日本全国各地に全業種にバーッとあるような日本列島になった方が日本はむしろ強くなるし格差の問題もなくなってくるし、だけれどもそういうふうな中小企業を生かしていくためにはやっぱり規制改革っていうのはやっぱり必要なのではないかと、はい、というふうに考えていくわけですね。ですからそういうことから考えるとね、非常に総論でね、はい、菅さんがおっしゃられていることについては僕は基本的には賛成なんですけれども、はい、ただしですね、一部マーケットの見方の中にですねこういうのがあるんですよ。菅さんはやっぱり苦労人としてその政治家になって、はい、それを一つ売りにしてますよね、はい、それから先ほど松山さんおっしゃった通りアベノミクスから変わって菅ノミクスと、うん、菅さん独自の色を出したいというようなことで、はい、こういったものをかなり積極的に出されているようなところがあってですね、うん、ちょっとまあ、こういうと失礼かもしれないけど中身がどこまであるのかというのは分からない、追いついていってないんじゃないかと、うん、そうした時にですねその中小企業を支えるというのは聞き方を変えるとですね苦労人の人が弱者を支えていくように聞こえるわけですよ。聞こえますね、はい、でしょ、はい、でそういうふうな形で聞こえてくるとですね左派政権になっていく危険性はないのかっていうそういう、ね、発想の転換というのは、ね、ちょっとマーケットであるんですよね。あ、そうなんですか。ムンジェイン大統領なんかもそうでしょ。結局弱者を支える、弱い人を支えるということで投機を抑えたりするような政策を打ったりするわけですよね。で菅さんそういうところは大丈夫なのかと、で二階さんがちょっと中国に寄ってるんじゃないかなっていう疑義がある中でですねその二階さんと菅さんのコンビだと、はい、今まではアメリカに近い安倍さんがいたので、はい、それら辺はバランスが取れてたんだけれども安倍さんが外れた時にですね菅二階のコンビはどういうふうに動くのかっていうね、うん、そういう形でのねまあ、クエスチョンっていうのは一部には出てきている、はい、あそれが中小企業が一つキーワードになっているんです。マーケットなんかはそういう見方もある、はい、そういう見方もあるってことです。一方でその、まあ、菅官房長官が出しているその政策の中でもう一つ気になるのがその地方銀行の再編についてですけれども、はい、じゃあ、まあ、菅官房長官の発言としては2日の出馬表明会見の時に地方銀行は数が多すぎると発言をしてその翌日今度また会見でその再編も一つの選択肢になるという発言をしました。まあ、こういったことからもどん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 地方銀行はその再編が進むのではないかという見方がありますけれどもそうしたことを受けて主な地方銀行の株もまあその株 の, その, 取引がどんどん活発になるだろうということでどんどん上昇するという傾向が出てきています、はい、このあたりじゃあ本当に地方銀行の再編が必要なのかあるいは進むのかどうか、はい、そのあたりは真田さんどう見てますか。これはですね僕は先ほど申し上げましたようにね数が多いから悪いということではないと思うんです。鈴木さんもさっきおっしゃられていたように、うん、だけれどもこの流れはですね冒頭少し申し上げましたけれどね、地方のお金の流れを一本化して、はい、そしてそれによって地方経済を監督もしやすくして、うん、チェックもしやすくしてそして地方経済それをもとにして再編をしていって強くしていくと、はい、そして延長線上では同州制までイメージをするような形、うん、でその時にまずはお金の流れを束ねるのが早いしその束ねたお金をこちらからもチェックするような形にすれば中央政府も利益があると、はい、そういうような発想で動いているように見えるんですね、うんうん、ですから、まあ、目先 の,、ね、その株価が上がるとか上がらないというのはマーケットのプレイヤーたちがそのまま瞬間でですね多分動物的感覚で、ね、売ったり買ったりしていると思うんですけども、はい、それはそれとして現実としてあるわけですけれどもでもちょっと冷静に考えていったときにですねその地方のお金を束ねることが日本経済の再生にとって本当にいいのか悪いのかっていうのはですね僕はディスカッションする必要があって私は個人的には懐疑的です。なるほど、はい、まあ、菅官房長官自身はその地方のある程度、まあ、経営がかなり厳しくなっている地方銀行中小の地方銀行を束ねることで逆にその地方独特 の, その経済に活力を与えるようなある程度の規模の集約を図っていきたいということのようですけれども鈴木さん
さんはこの考えについてはどういうふうに思いますか。私は銀行が専門じゃないんで、製造業で言いますとですね、製造業の場合、製造業やサービス産業は必ずしも集約化すればいいわけではない、はい、例えば日経新聞のに私の履歴書ってありまして、はい、ちょうど今アート引っ越しセンターの、まあ、今アートコーポレーションのいろんな社長とかの、ね、昔 の, その話とかが載ってる欄ですね、はい、寺田千代のさんが書いておられました、ね、はい、ちょうど今日いいところでしてね、はい、従業員がほんのわずかでトラック3台で旦那様と運送業を始めて、はい、である日突然苦しくなって引っ越し屋さんに転換するわけですね、うん、でそれまで今の若い人は分かんないけど、引っ越し屋ってめちゃくちゃで、荷物は投げるわ、怖そうなおっさんがやってきて、うん、声を荒げてやるわで、とても今のサービスのいい引っ越し屋さんではなかったんです、うん、それを寺田千代さんという方が技術革新して、はい、その主婦に優しい引っ越し屋というのを考え出したわけです、はい、一方でですね、当時運送がやってたのはトラック屋さんを集めればいいじゃないか、京都運送すればいいじゃないか、まさに束ねるってことですね、はい、で束ねるで生き残ったところもありますけれども、はい、そればっかりやってちゃダメなわけで、うん、やっぱり苦しい中で新しいビジネスに転換できるんじゃないか、うん、そういう思う経営者っていうのを育てることも大事です、うん、なぜ私がこれ強調するかっていうとですね、若かりし頃国際部に変わる前中小企業担当をやってて、はい、それで集約化事業の現場を歩いたことある、そうすると束ねたところって必ずしもうまくいってない、うん、それで独立してた方がうまくいく、で福井県に若狭のりって産地がありましてね、はい、あそこ行ってなぜそうなのかって聞いて回ったらですね、束ねるとまあ5社塗り若狭のりの企業を集約して大きくなりました、はい、それまでの経営者全員社長会長専務常務って言われるわけです、はい、役員の方は暇でしょうがないから朝からパチンコ行ってる、うん、朝からパチンコ行く会社で従業員はまともに働かないわけです、うん、それよりかですね、おやすさんが必死になって新しい間で新しい若さの利用を作るって会社が生き残ってるわけです、はい、明らかにですね、その役人とか政治家で現場を歩いてない人が集約化すればいいじゃないか、うん、これまさに社会主義の発想でですね、うん、マルクス式経済学ってのは生産力唯一主義ですからですね、うん、つまり経営者のガッツ創意工夫なんて誰も考えないです、うん、どうもね、先ほど真田先生が社会主義の匂いをするぞって言って菅さんを批判しましたけど、私は菅さんだけじゃなくて、はい、役人とか政治家の中にどうもそういう現実を知らない社会主義者が増えてきたんじゃないかと思いますね、うん、まあ、一方で、まあ、僕なんかはそう、例えば小さいものをどんどん束ねて大規模な企業にしていくっていうのは昔の、まあ、例えば財閥的なものも容認していくみたいな動きで、まあ、社会主義とはまたちょっと違う流れなのかなっていう感じもするんですけども、じゃあ今安倍政権の下で行われてきたアベノミクス、まあ、一つ目はその大量なその金融緩和ですね、量的緩和を行って、その後まあ機動的な財政出動をやって、まあ、三つ目の成長戦略がなかなか見えないって、まあ、真田さんもさっきおっしゃってましたけども、そこが問題だってずっと言われてました。これを基本的に踏襲すると言っている、まあ、菅さん、まあ、岸田さんもその一部は踏襲すると言ってますけども、このコロナ禍の中で、このコロナ禍が明けた後の経済がじゃあそのまんまの踏襲でいいのかどうかという議論もあるんだと思うんですけども、鈴木さんはこのアベノミクスはどういう形でどの部分を引き継いでって、どの部分は改革をしなきゃいけないのか、このあたりはどう考えますか。アベノミクスは基本的にはいい方向で、要は生産年齢人口がどん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 減っていく中で、はい、要はみんな働け、女性ももっと働きやすいようにしよう、はい、ただ女性が働きやすいようにすると今度は出生率が落ちちゃうから、うん、そちらの方を何とかしなきゃ、あとは年寄りももっと働いてくれと、うん、そうすると年金も支給時期が遅らせる、要は働く人を増やすっていう手口だったの、はい、僕は根本的にはですね、それは 大成功だったと思っていますのは、生産年齢人口がどんどん減ってる中で GDP をこれだけ維持してきたわけですから、うん、だから多くの人はですね、景気良くなってないじゃないかって言いますけど、はい、景気は本当だったらものすごく悪くなったはずです。あ、この程度で抑えられたのは効果があったからだと、はい、それはなぜ私が確信を持って言うかっていうとですね、はい、他のアジアの国がまさに生産年齢人口がこれから減り始めるわけです、うん、それので大変なことになってる、うん、韓国はですね、生産年齢人口の比率がですね
2017年ぐらいにピークアウトしてる。でアベノミクスのようにですね、はい、もっとみんな働けっていうことをやらないですから、社会主義化してしまってますから、うん、大変悲惨なことになってる、うん、中国もこれからそうなります、うん、だからアベノミクスを単純に批判するのは日本だけ見てるとそうだけど、はい、あのまあ自分よりうまくやってない人見て安心するわけにいきませんけど、うん、韓国や中国見たら大成功だと思います、うん、ただ規制緩和のところはまだやってない、はい、例えば今回一番分かったようにハンコを作るために会社行くっていうあんなバカバカしいことをですね、うん、いつまでもやっててはいけない、はい、で 5G だってですね、変なああいうハンコ文化がある限り、はい、5G がいくら行ってもうまくいかないですね。なかなか浸透していかないってことなんですかね、真田さん、このあたり、まあ、アベノミクスのどの点が継承されてどの点は改良を加えるべきなのかっていうあたりはどう考えますか。私は先ほど申しましたようにね、やっぱり成長戦略まだ道半ばのところは、これは今の流れの中でね、はい、それぞれの候補がおっしゃってらっしゃる形で、お二方の候補がおっしゃってらっしゃる形でやるべきだと思うんですね、はい、ただ一方でね、財政出動を伴う景気対策をこれだけ打ってるので、はい、ここについてはですね、もう限界を超えてやりすぎてるようなところがあるわけですよ。ですからマーケットにジャブジャブにお金が流れていってしまっている、はい、でそのお金がですね、行き場を失って株に流れていったり不動産に流れたり行ったりしてガス抜きをして、はい、でそれがあるからなんとなくまだ物価は上がらない。だって通貨量が増えれば、うん、通貨の価値は落ちますから、はい、価格は上がるはずなの、上がってませんよね、はい、そういったところは一応逃げ道があってですね、うん、そう流してるわけ、ガス抜きができてるわけです、はい、だけれどもこの問題、この状況って、ね、やはり異常だと思うんですね。ですから、うん、時間をかけなくてはいけないと思いますけれどもね、行き過ぎた財政政策、金融政策はやっぱり少しずつですね、これは国際協調をしながらですね、はい、調整をしていく、少しやっぱり縮小していくっていうことも一方ではやらなくてはいけない、うん、と私は思います。それはもうこのコロナ中のな、こういった検査が傷んだ中でもやらないといけない。それは傷んだ、一定の成果が、結果が出た後で始めなくてはいけないと思います、うん、でそういうことをやらないで、もしもうほっといて動くとですね、多分次に来るもの、我々庶民に来るものはね、もう単純な増税しかないと思いますよ。タイミングが難しいですね。地震の復興税のような形でですね、うん、コロナ税みたいな形でバーッと言われるという形になって、うん、ですからその辺のところは少しですね、じっくりと作戦を考えて動いていただくっていうことを永田町には僕はお願いをしたいなというふうに思います。あとそのコロナ禍の状況で、じゃあその、まあ、ある意味デジタル化とか別そういった分野ではある程度その新しい面みたいなのも見えてるわけですけれども、はいはい、これが本格的にその成長戦略に加えられるような大きなうねりみたいなものになっていくのかどうかっていうあたり、あるいはコロナの状況だからたまたまそこが活況づいてるだけで、このあとまたもう一度そのオールドエコノミー的なところに戻っていくことがあるのか、このあたりはどうですか。その辺はですね、私はですね、時間の問題ってのは一つあるんだと思うんです。時間軸が、はい、すなわちコロナの問題が割とですね、早めに収束をする、すなわち、まあ、年内あるいは来年の初めぐらいに収束をしていくような形になると、はい、既得権益層はですね、元に戻した方がチャリンチャリンとお金は入ってくるわけですよ、うん、だから元に戻したがると思うんですね、はいはい、そして力もあるし、あ、だから短く収束した時にはですね、割と元にオールドエコノミーの方にですね、戻っていくような可能性って結構高いと思うんです。ところが、はい、これがやっぱり2年3年と続いて消費者の方の価値観も変わってきて、それによってビジネスモデルも変わっていくというような状況になってくると、うん、はい、それに合わせて、まあ、政策もですね、うん、今おっしゃられているような政策というのは生きてくるような可能性も出てくるというふうに見てます、うん、鈴木さん、このあたり、まあ、すでにかなり半年ぐらいもコロナ禍の状況が続いているわけで、まあ、だんだん国民の意識もそれに、まあ、変わって慣れてきているような状況もあると思うんですけども、昔の経済の、そのマインドにまた戻れるかどうかって、このあたりはどう考えますか。まあ、それはコロナによるでしょうね。コロナの展開によるでしょうね、うん、第2波が来て、でまたもし第3波が来たらもう戻れないなってことになるでしょうし、だからそこの予測は極めて難しくてですね、やっぱコロナ次第だと思いますね、うん、そしたら、まあ、長期化すれば、まあ、それがニューノーマル、新しい日常みたいな形になって、それが意識の中で潜在化していく可能性があるってことですかね。ちょうど今の分水嶺だと思うのは、はい、第2波が収束しているように見えるじゃないですか。まあ、減少傾向に入ってますね、はい、今、はい、だからみんな人の心がどっちなのか今ね、うん、その見定めてるところだと思うんです。なるほど。テレビのニュースショーで見てもですね、はい、第2波が収まりかけました
って言いたいけど言い切っちゃうと怒られそうで言わないっていう、うん、ふわっとした感じになってますよね、はい、でひょっとしたら第3波が来るのかもしれない、うん、みんなその非常に先行きが読めなくなってると思います、うん、あんまりだ今の段階で判断しちゃうと危ないと思いますね。